立花の遠祖は伊賀森茂信に発し、下屋国足利軍忠敬に八千国を領し、合名を主とした。茂信は、伊達家初代、伊達智宗に仕えたなど諸説があり、家歴は極めて古い。政宗時代に入り、慶長から慶安年間まで58年間に渡り職を報じた忠敬重久が有名であるが、その弟、 宗衛門旧姓が分家した家が、ただきとさの家系である。政党の家は主義久から行宮へと続き、飯出家として繁栄する。土佐の家となる別家は、旧姓を外し、精神となる新しい家で、旧姓の子、ただきし信のは元禄七年に若かろう、永代着座に列し、同八年に奉行職に栄進して千五百国を、領した。佐の死後、子孫は、 幕府から藩が、高刈り場として与えられた、現在の埼玉県区喜市和志宮地区に多くが移住し、現在に至る。その中には、県事総長を務めた、田崎慶一がいる。その他にも、元日の自動車取締役など、埼玉県区喜市の、田崎姓は、土佐の末裔である。おいに、大日日新聞創立者の一人、田崎良二がいる。 幕末の危機に当たり武行に挙げられて、反省を執行し、軍事を創刊した。土佐は全武行、柴田民部の放満財政の後始末をするため、倹約令を出し、文久2年10月には10万国の文言で、表高62万国の仙台藩を運営する、ことを宣言し、禁縮財政を断行。植産工業政策により、犯罪性の立て直しを図る。 土佐は、砂漠海国の保守主義を主張し、重臣の三好清房と連携して、尊上派の重臣、遠藤佐根信と対立した。清掃の結果、土佐に軍配が上がり、遠藤は閉門処分となった。その後、京都で大政奉還が行われると、三好清房と共に、仙台藩の軍勢を率いて上洛し、病の主君、伊達義国に代わり会議に預かった。 母親戦争が始まると、朝廷から仙台藩に合図討伐の命が下ったため、やむなく合図との藩、境まで兵を動かした。しかし、それ以上の行動は取らず、合図藩と接触して、新政府への謝罪嘆願を行うよう説得した。そして、合図藩が全面的に降伏することで同意を得たが、その数日後に、 藍津藩が降伏を拒否する内容の嘆願書を持参したため、土佐の説得は失敗に終わった。仙台に進駐した欧州陳部総督、九条道行にも藍津の斜面を求めたが、降伏の姿勢を見せない藍津藩を斜面するはずもなく、逆に加山棒をセラ修造から不信感を持たれた。そのセラを暗殺する計画が若手の仙台藩士から上がり、土佐は セラ暗殺の認可を求められた。セラに反感を抱いていたトサは、止めることなく、京都をこれを、経ーと命じ、セラ暗殺の許可を出す。トサの許可を得た仙台藩士たちは、旗子にいたセラを闇討ちして捕縛阿武隈川河原ので処刑した。新政府の火山坊を切った以上、もはや新政府との戦いは避けられなくなり、九条総督と第五三坊を捕えて、 仙台城下に南禁した。奥上津列藩同盟が結成され、仙台藩と新政府の交戦が始まると、主戦派の重鎮となる。その後、三好清房が、交戦は無謀として、新政府への基準を唱えたため、裏切り者として、三好を自害させた。しかし、白川口の戦いで、列藩同盟軍が敗北し、要所である駒ヶ岳が陥落すると、藩内では、 幸福論が上がるようになる。かつて、土佐との清掃に敗れた遠藤実信が、藩主に何度も幸福を説くなど、仙台藩は統一した意志を書くようになった。家中ではしばらく光戦派と幸福派の論争が続いていたが、旗巻峠の戦いの敗北が決定だとなり、藩主、吉国の決断を受けて、仙台藩は幸福した。幸福後、 遠藤佐信が仙台藩の過労となると、土佐は反乱の責任者として、新政府に引き渡され、東京に拘禁される。明治2年5月19日、反逆死亡の罪で、土佐は坂地衆と共に、麻布の仙台藩下屋敷において残刑に処された。去年53、柴高縄の仏悲三島全寺に眠る。自生の句は、 運水の雪絵はどこムサしのただ吹く風に任せたらなん。ありがとうございます。